どうも、桜井徹です。ストレイ続きをやっていきたいと思います。誰かに誘われて進んでおります、お猫様です。はい、今日も次爪を研いでいこうね。どうしようかな。これ乗ったらええんかな。おー、便利。よいしょ。うん。いちいちこの、ぐわって鳴くあたりかわいい。自分でも泣けるけどね。こっちだろうな。あのよくわかんないやつや。食べられないんかな、あれ。うん、上に行けってかな。ん？おお！普通にロボットがいる世界観か。オッケー。そしたらば、まあ、普通に登っていくか。オッケー、いいね。なんか一見美味しそうなんだよな、あのうぞうぞしてるやつ。めっちゃいる。嫌な予感がする。体を大きく見せてる。かわいい。やば。逃げましょう。あいつら数、やべえな。どうしよう。急げ。オッケー。今のところいいよ。左に行けってな。よしよし、順調。やっぱぬー、どいて。うー、危ねえ。めっちゃ繁殖してるやん、ここ。よくわからんとこで。ああ、これはやばい。ものすごい数いる。オッケー。ふぅ、あぶねー。おう、お猫様、こっち行けって。なんだろう、誰が導いとるんやろ。じゃなさそうやな。うん。ん？ルーフトップか。お邪魔しまーす。よいしょ。ふぅ、あ、ここ爪研げるんじゃん。あ、研げないわ。監視カメラ、あ、いるわ。じゃあずっと一応見守ってはくれてるのか。こうやってで、こっちか。降りちゃっても良さそうだ。うん、いいね。
んか世界観がすごいね。おお、ちょ待ってください。ああ、よかった、ちょっと盗んだ。ふう、さてどうするか。ああ、こっちかな。よいしょ。届かないか。うん、こうか。バリ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 、よし、オッケー。お、うん、いいね。いよいよ。いや、猫の身体能力ってすごいな。うちの子はどんくさいけど。よいしょ。うん、お、そっち？よいしょ。いいね。いやー、楽しいぞこのゲーム。さてどうするか。こっちかな。おっと、危な。ちょっとどんくさいとこ出たな。わあ、すごい。うっ、危な。ふう、ああ、落ちちゃった。結構危ない要素もあるのね。気をつけましょう。こっちじゃないな。あれ、ご飯あんのかな。なんかヌードルが絵があったね。これは、ああ、プラグか。アパート、お邪魔します。なんか食うもんねえか。あー、よくうちのお猫さんもこういうことする。あーねえ、もうなんの、お猫様にとって行けるところは全部お猫様の行けるところやから、うん、邪魔しちゃいけないのだ。で、お猫様が詰めとくところは全部お猫様の詰めときやから邪魔をしちゃいけないんだ。うん。お猫様に行けないところなんてないのだ。お猫様が水くれっつったら水をあげるのだ。助けてください。そりゃこっちのセリフや。おじょいじょいじょい。よくあるよくある。データ破損、リカバリーしてください。あん？ボディがいるのね。どっちや、こっちか。うん、めっちゃ賢いなこの子。なるほど、全部つけてったらいいのな。うん、上から行かなきゃいけないとこあるやろうな。一旦降りよう。よいしょ。で、これは動かしたらもういらないから取っちゃう。で、つけちゃう。登っちゃう、外しちゃう、ここつけちゃう。オッケー。ほんで、あとどこにある。うん、そうだな、真ん中の機械群は関係ないのか。それか全部つけなくてもいいのか。果たしてそこら辺どうでしょう。これを起動させるのにもエネルギーセルみたいな使っとんちゃうかな。
あった、これだ。取れない、取れた。よしよし。で、ラスト1個。いいよん。さあ、いた。お、ボディが必要ですみたいなこと言ってたな。これボディか。これ何？うわ、すごい !3D プリンター的な？今日ぐるぐるしてるやん。ね、喉鳴りの音やな。なんや？うまくいきましたね。助かりました。ありがとう。デッドシティに猫がいるなんてカメラがおかしいかと思いました。ああ、自分の名前が思い出せません。記憶領域が壊れたようです。長い間電子ネットワークの中に閉じ込められていました。ここにいた科学者の下で働いていました。私のことは B12 と呼んでください。私のボディにそう書いてありますので。デッドシティは危険なところです。でもあなたはうまくやっていけそうですね。ここを出ましょう。ついてきてください。うん。まあ悪いやつではないのか。あのキーでドアが解除されます。よく覚えています。やって差し上げましょう。おう、そうです。バッテリーがもうなくなりそうです。こちらに来てください。これをつけてください。お、あれ、ちょっとやだ、外してあ、格納した。外れないってよ、我慢しな。こんな歩き方するする。なんか服着せられたりしたらさ、やだっつってかわいい。やだもんな、そんな服着ないもの。このバックパックはあなたのような小さい四足歩行の動物用にデザインされています。背中に馴染みませんか？ご心配なく、じきになれます。キーをデジタル化してバックパックに入れました。持ち物を確認するには十字キーの上を押す。おお、ほんとだ。便利やな。カテゴリー、メモリーとかいろいろあるやな。はいはい。その調子です。何か気になるものがあれば私に見せてください。または近くの誰かに見せてください。そろそろここから脱出しましょう。ほう。はい。というわけで、なんかよくわからん B12 っちゅうのが仲間になりました。仲間になる要素あるんやな。はい。まあ、めっちゃ初見でやってるんで猫がとりあえず可愛いというのが感想ですなんか来てるわ。嫌そうに歩いてたん可愛かったな。あ、で B12 はそこから覗いてるんやな、前を。はあ、ストレイ面白いですね。これからもどんどんやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てください。ではでは。